カンタン軍は、台南部、トラン県の軍である。カンタンとは、マレー語のカンタンに由来する言葉で、小和家のゲットウのことである。日本語には、同じマレー語由来でカンタンと称する植物があるが、これはタイ語でとなるため軍名とは関係ない。古くは、トランの中心地域であり、現在のタムボンクワンターニーに、小さな港があった。アユタヤ王朝時代から、 港として知られており、16世紀前半の冒険家、トメピレスはその著書、東方諸国記》において、ペグー川でマラカに向かう途中にあるシアンの諸港の中に、テランがあると述べている。1893年、時の国首プライヤーラッサダー大規模な船の航行が、可能な、タムボン簡単に、トラン中心を移すが、頻繁に洪水を起こすため1916年、 時のモントンプーケットの象徴プラヤー、ウィチッタオンウッティクライは、トランの中心部を現在のトランに移動し、旧トランは簡単となった。しかしながら、市の市中であるラックムアンは現在でもタムボン、クアンターニーにある。軍はトラン川の形成した平地にあり、トラン川の河口がある。市の西側にはまた南東には山がある。西の海岸には、 四輪ビーチと呼ばれるビーチがありその北には、ハートチャオマイ国立公園がある。会場には、タリボン島、ムック島、クラダーン島がある。国鉄トラン支線の最終地である。また国道403号線が北に伸びており、トラン方面とつながっている。米、果樹園などの農業のほか、牧畜が盛んである。漁業なども盛ん。また、軍内には、 工場もあり工場労働者もいる。軍は14のタムボンに分かれ、さらにその階に83の村がある。自治体が一つあり、以下のようになっている。また、軍内には13のタムボン行政隊がある。ありがとうございます。